おはよう。マイクテスト。マイクテスト。今日もいい日だね。ドーナツハウスに来てくれてありがとう。僕はドーナツハウスの管理人、六文字源之助だよ。今日の話はね、ホットプール。これから君に素敵な秘密を教えるね。お正月が終わると緊張感の毎日が始まるなって思っちゃう場合にね、あのね、すぐにリラックスできる方法があるんだよ。知ってるかな？それはね、君の頭の上には髪の毛に隠れてるんだけど、すごく綺麗な温水プールがあるんだよ。誰にでも必ずあるんだよ。そのプールにはね、透明だけどトロトロで温かな温水が流れているの。プールの周りにはウクレレの音が聞こえていてね、柔らかな風も気持ちいいの。美味しいイチゴジュースを手に持って温水プールにザップーン。それはそれは心地いいんだよね。まさか君知らなかったの？イメージしてみてよ。トロトロの温泉にぷかりって浮いている君を。足の下から泡がブクブク、温かなお湯の中でお尻にもブクブク、お尻が浮いてきちゃって思わず笑っちゃうでしょ。この温水プールに入っていれば毎日がすごくあったかいよ。ほらね、緊張もなくなったでしょ。さあ今日も素敵な一日が始まるね。いってらっしゃい。気をつけて帰ってくるんだよ。